さあ、この戦争の行方なんですけども、これプーチン自体の立場も決してね、安泰ではないですし、現に明日でしたっけね、なんか同盟国との会議があるということですけども。だからもうウクライナ兵頑張ってて、ロシア兵どん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 弱体化してる。だからもう兵士の数も足らなくなってきてる。で、武器も足らなくなってきているということで、実は明日一つの大きな山場、これはプーチン大統領が追い込まれている一つの証拠なんですけども、実はロシア、旧ソ連諸国6カ国で、NATO 版って言っていいんだと思うんですけども、集団安全保障条約機構っていうのがあるんですね。で、その会議を明日開催するんですよ。で、普通だとこの6カ国が集まって、さあウクライナに向けて自分たちは抗議してるんだけども、もう兵器が足らない、兵士も足らない、支援してよというふうに、集団自衛権を行使できるわけなんですけども、ただそれをやると他の5カ国が一斉に反発する。で、プーチン大統領自身が孤立化してしまう可能性があるわけですね、全体会議すると。事前に5カ国が根回ししてて、だから明日開かれるその会議っていうのは1対1で、つまりプーチン大統領とベラルーシのルカシェンコさん、そしてカザフスタンのトカエフさんということで、一つ一人一人のその首脳とプーチンとの面談っていうかね、になるそうなんですね。そこで踏み絵ですよね。本当本当ですについね。てくるのかどうか、ロシアに。どうなる見込みですか？多分他の国はもうつかないと思いまつすよ。かない。それはなぜかっていうとね、黒海艦隊の旗艦であるモスクワが沈没したでしょ。あれと同時にこの会議開いたんですよ。だって緊急事態ですよそうでね。すね。その時にこの残りの5カ国が動かなかったんですよ。そうですか。それでプーチン大統領はその時からも焦ってて、そして今、今回戦勝記念日で勝利宣言も何もできなかった。で、どん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 自分の周りからも離反者が出ている。でもこの、軍事作戦勝たなくちゃいけない、兵器も足らない、兵力も足らないというんで明日開くんですけども、果たしてもしかしたらプーチン大統領が本当に身内、軍事同盟の、身内からも見放されてしまう可能性もあると。個別に話すっていうことですよね。そう、でも彼ら絶対事前にすり合わせしてるはずですからね。そんなんでやりたくないことを約束させられちゃうってことはないいでや、すだよからね。ね、よく行くなと、残りの5カ国が、ですね、オリガね。ルヒの人たちって、身近な人が亡くなってるわけですよね。くれぐれもですけども、残りの5カ国の人たち、何も口にしないこと、ですよ毒が盛られてるかもしれない、本当ですよ本当にね。もう追い込まれたプーチン大統領、これからが本当に懸念事項がいっぱい出てくるということです。2時間目ありがとうございます。あっという間だよね。あっという間、もう1時間経ったね。それでは、3つ目のテーマはこちらです。国際社会への影響、世界はどう向き合うか、こちらを討論していただく前に CM です。緊迫するロシア・ウクライナ情勢について、緊急討論会をお送りしています。3つ目のテーマはこちらです。国際社会への影響、世界はどう向き合うか。それでは皆さん、お願いします。最後のすごいテーマが来ちゃったんですけども、ロシア倒しても、これで中国もあるから、そうですね。これから結構世界は非常に複雑な状況になっていくんだろうと思いますけれども、中村先生ね、日本は、これまで僕はね、戦後の中で一番積極的に今回の問題って取り組んでるのかなと思うんですけども、これから日本がやっていくべき課題って何かありますか？やっぱりウクライナに対してもう積極的にもうできる限りの人道支援、そして軍事支援できる限りやっぱりすべきですね。なぜかっていうと、やっぱりもう今世界はもうポストプーチンで動き出してるんですよ。で、今回の戦争も私は3ヶ月4ヶ月ぐらいだなと、それを睨んで各国は自分はこんなにウクライナに支援したって
ていう手柄にしようとみんなしてるわけなんですよ。そうした中でやっぱり日本だって G7 の一員ですから、西側のこんなにやったんだというところやっぱり誇らしげに手柄として貢献してもらいたいですよね。ですから世界はもう本当にもうこの戦争はロシア、プーチンが負けるんだということで動いているということは、私たちはやっぱりそこはしっかり見ておかなくちゃいけないということですね。とするとまだ支援は甘いですね。甘いですよ、結局あのドイツだって戦車まで供与しましたし、そう最初、ね、ヘルメットでお茶を濁そうとしたけど通用しませんでしたよね。日本はなぜか防弾チョッキヘルメットで止まっちゃったままなんか役割果たしたかみたいになってますけど、やっぱもうちょっとできることあるでしょうね。それでね、はい、あのヨーロッパ諸国ってEU 全体で4割がロシアからの天然ガス来てるんですよね、もうそれ止めていいって言ってるんですよ、それはなぜか、なぜ止めてもいいかっていうと、もう先が見えてるからですよ。ああ、そっかそっか、あ、そういうことなんですね。プーチン体制が終われば、また再開、もちろんもちろん、それがすぐ近くだからって、それで思って言ってて、あのドイツでさえもういらないっていうね。ということは、もうプーチンが必ずどっかで失脚するということも織り込み済みということですよね。その時にドイツもね、自分たちは依存度が高いから、はい、あいつ、あの国、ショルツさんは最後までね、決断できなかったよねって言われたくないから、もう各国が争って、もうこのプーチンの、時のこの反プーチンで動いたと。とするとですね、そのプーチン体制が崩れるっていうのがどう崩れるかって、これ非常に重要だと思うんですけども、戦況が長引き悪化してうまくいかない、でそこから先どういう展開が僕、はい、それでね、大きな歴史の話ちょっとすると、はい、僕はね、ロシアが分割されんじゃないかと思って、分割、で、まあ、ウラル山脈って分かるよね、あの、はいはい、ヨーロッパとアジア、はいはい、でここのロシアってね、前のモスクワ公国のようになるんだと思う、小さく、それでシベリアはね、結構イスラム、中央アジアの影響力、イスラム教徒いっぱいいるから、ここは一つイスラム圏ができるかなと。で問題は極東ですよ。で極東共和国ができて、でそこに実は中国が今も入ってるけどどんどん入ってくる。だからね、なぜそんなことを言うかというと、5月 の、 あの戦勝記念日以降ですけども、ロシア国内の州知事少なくともはっきり5人が、ね、辞任表明しましたよ ね、 ししたよね、はい、あと2名が、まあ、表明しようと、今ちょっと待てって言われてるんです、地方がどん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 プーチン離れを起こしてきてるってことを考えると、極東だってね、この経済制裁がガンガンに効いてくると、やっぱり一番被害を被るのはその極東であり、そして北方四島の人たち、これ北方四島ってのはウラジオストクから船で運んでるんですよ、主に食料品を。そうすると一番最初に切られるのは北方領土の人たちの生活ですよね。だからそういう意味でもちろんロシアってのはポストプーチンでもうバラバラになっていくかもしれない。その時に北方四島だって、そしてカラフトだって、もう本当に辺境地ですから大混乱になるっていうのが3ヶ月後4ヶ月後に見えてくるわけですね。その姿、大きなチャンスが日本にとってもあるかもしれないということですよね。いや本当そう、でそういうふうに、ね、分裂していくっていうのはなんか非常にこう淡い期待みたいな、ね、ふうに思われている方もいらっしゃるかもしれないけれども、僕思うんですよ、日本では、ね、あまり指摘報道されてないんだけど、例えばチェチェン、ね、分離独立で非常に強い動きがありましたよね、と同様にあのサハ共和国、シベリアも結構分離独立の動きが水面下であるんですよね。あります、もうおっしゃる通り、ソ連邦が崩壊した時にあのダイヤモンドの世界的な産地であるサハ共和国、こんなのね、自分たちの、であの地元で取れるダイヤモンドをね、全部モスクワが持っていって、そして世界に売り飛ばして、その金は全然地元には返ってこないわけですよね。でそういうことでシベリア各地っていうのはそれぞれの自分たちの資源をモスクワに収奪されているという意識が非常に強いわけですよね。そしですから今回プーチン大統領がまあ失脚したら、もともとそのロシア各地にあるまあこう遠心力が働くということで、で私たちの身近なところでやっぱり極東がねどう動くか、
そこをしっかり見ておかなくちゃいけない。なるほど。でそれがもしかしたら 3,4 ヶ月後かもしれないですよね。でこれプーチン政権の終わり方ですけども、例えば暗殺、うん、失脚、行方不明、なんかいろいろ選挙で負ける、今ちょっと先ですけど、いろいろあると思いますけど、うん、どんな可能性が、武田さん、はい、全て 100% 確率が、あ、どれもありそう、全部ありそう、そうですか、うん、ただ最後の選挙だけはないと思う。あ、選挙だいぶ先ですもんね、うん、それに非民主的な国家だから、あ、そっか、うん、集計するときにどうにでもなっちゃうっていうことですかね。そういうこと、うん、じゃあそれ以外の、まあ、暗殺だ、なんだかんだという、うん、そうそう、そこら辺、非民主的な方法でしか失脚はないと。いずれにしてもこれまでこのプーチンを倒す動き、試みっていうのはあったんでしょうかね。今実際にあると言われているという情報が出てくること自体、はい、もうプーチン大統領の言論統制が効いていないということなんですね。じゃあもうプーチンがもうやっぱりやりすぎましたと、やめますって言って軍を引いて、これからは仲良くしましょうみたいな、そういう展開はもうない。ない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 。そうです、ね。それはそれはウクライナが許さないでしょう。許さない、そうですよね。まあ、まあ、まあ、彼はもう行き着くところまで来ちゃって来てるから、それはもう、ま、負けると分かってても彼はもう多分、まあ、やけくそにやると思います。だから、まあ、現実問題として彼を一番、まあ、確実に、まあ、まあ、権力からその引きずり下ろせるとしたら、私はオリガルヒだと思います。でオリガルヒといってもいろいろあるんですけど、私が思うのはオリガルヒの中で特にエリツィン系のオリガルヒですね、はいはいはい、まあ、つまりアブラモビッチだとかアレクペロフだとか、そのつまり90年代からエリツィン時代から、まあ、権力を持っていた人たち、まあ、連綿と今でも影響力が強い人たちだから、多分彼らの中でも彼が続く限り我々の財産、我々の富も奪われることが確実だと思った時に、彼らはおそらく、うん、なるほど、なんかもうすでにだいぶ殺されてますよね、うん、なんか殺されてるか、ま、家族で、うん、家族ごと心中みたいな、ね、そんな心中なんか絶対殺してますよね、うんうん、まあその、ロシア語でなんか、決まった表現があるんです、うんうん、妻を射殺した後自殺したという決まった表現があるんですけど、権力者が夜を起こすことです、はいはい、まあ、まあ形上は一応、まあ、家族殺して自分も自分を最後に撃ったとなってるんだけど、うん、まあ、なんというか、ある意味で、当局で殺す、消された隠語の一つ。あ、そうなんですか。隠語なんですね。妻を撃って自殺した、という表現、決まった表現があるんですけど、убил свою жену и застрелился сам、ロシア語で。ロシア語で、убил свою жену и застрелился сам という表現があるんですけど、よく使われるんですよ。もうこれはもう当局が消した。そうそうそう、それがソ連時代からあるんです。ソ連時代からあるので、まあ一つの伝統なんですが、最近一応、まあ、死んだオリガルヒとされている人たちは一応オリガルヒの中で最上級ではない人たちなんですね。最上級の人たちは生きているので、多分起こすとしたら彼らは起こすと、とするとエリツィン時代からのオリガルヒっていうのは、まあ、今でいうところの、まあ、戸様大名みたいなもんですよね、うん、要するにプーチンが育てた本当の信仰の人たちじゃなくて、前からいたり、うん、です。でも彼らはプーチン体制を一部支える形になって、うん、まあ、どちらかというと同じオリガルヒの中でも、うん、まあ、戸様的なちょっと警戒心はもともとあるんだと思うんですけども、うん、やっぱり その彼らがやっぱり次の流れを作る可能性と思います。プーチン体制というのは、その一応エリツィン系のオリガルヒと KGB、FSB の融合体制なので、まあ、一応 FSB の方が上なんだけど、まあ、エリツィン系がオリガルヒは、まあ、それを黙認する代わりに、まあ、まあ、富は好き勝手にむさぼれるという、まあ、暗黙のルールがあったんですけど、プーチンがそのルールを壊しちゃったんですね。つまりエリツィン系の
のオリガルヒが好きなようにもう富を増やすことができなくしてしまったので、彼らは彼に非常に不満を持っているはずだから、どこかの段階でもうこいつは様子を見てなる可能性は、まあ、かなり高いし、私はおそらくそうなると思います。それでじゃあポストプーチンの話をちょっとすると、まあ、一つの劇的なシナリオだと、中村先生がおっしゃったようにすぐ分裂することがあるんですけど、もう一つというのはすぐ分裂しないで生活基盤がガタガタになって西洋の支援がないと食っていけない状況が起きる。それも十分現実的だと思うんですね。でその時はもうアメリカって本当にお人よし国家だから、もうアメリカほどお人よし国家はないと思うんですけど、また食料送るんですよね、ロシアに絶対送るんです、間違いなく。だって1920年代でやっているし、1990年代でもやってるから絶対やるんですね。でその時に非常に大事になるのは、今回はただで食料を送るんじゃなくて、食料を送る代わりにちゃんと条件をつけることが大事なんですね。でそこで私が思うのは、一つはまずは支援の条件の第一条件としてロシアの非核化、つまり核兵器を取り上げることなんですね。もういくらなんでもね、こんな国が世界最大の核保有国であることはおかしいし、これ以上人類がこういうプーチンのような変なやつに振り回されたらいけないので、でもプーチンみたいなやつがまた出てこないとは限らないので、もう世界を脅す手段をロシアから奪う必要があるんですね。だからまずは非核化で、2つ目はそれはロシア連邦に入っている諸民族に離脱権を与える、離脱権を与えて、あとは自由の意思ですね。ロシア連邦に残りたい国は残っていいし、離脱したい国は自由に離脱して、でその離脱した国に対してロシアも、まあ、その独立を認める。それは2つ目があると、この2つは必ず突きつけるべきだと思うんですよね。でその中で思うのは、ここでやっぱり日本も出てこなきゃいけないと思います。このプロセスの中で、じゃあ、日本も不法占領している地域を返してくれと、ちゃんと言わなきゃいけないんですね。で、そのためにもう、今からでも日本も来るであろう、まあ、千島カラフトの返還のチャンス、来るであろうチャンスに今のうちに準備して、それを見据えて、いざという時にちゃんとそれを言えること。で、言える、言えるために背景にある実力も持つこと、そういったことを今のうちにしなきゃいけないと思うんですね。だってせっかく現れてきているチャンスなのに、それを使わないほどもったいない話はないので。ごめんね、話を腰を折るようなこと言うんだけど、もうロシア人信用できない、約束しても、約束してもね、そういう条件出しても、ロシア人は約束守んない、うん、返しますって言ってもね、ね、ずっと、まあ、交換じゃないとダメですよね。だから領土交換です、まず先に返してもらってから支援する、ね、そうですよね。今ね、いいご指摘というか、ぜひこれ伺っておきたいご指摘が出たんだけれども、プーチン体制が倒れる前にね、核のボタンに手をかけるってことないんですか。その点なんですけども、僕大変ね、今日怖い文章を読んだんですね。2018年に放送されたロシアのドキュメンタリーザ・ワールド・オーダー2018の中でプーチンが言った言葉なんですけども、もし誰かがロシアを滅ぼすことを決めたら、我々はそれに対抗する法的手段がある。そう、それは人類と世界にとって破滅的なものになるだろう。しかし私はロシア市民であり国家元首だ。ロシアが世界に存在しないとしたら、なぜ世界が必要なのかと、ね、これもうロシアなくなったら、つまり自分がもう帝王の立場にいない、その先の未来なんてどうでもいいって話で、要するにもう最後何でもありで、もう核撃ちまくるとかね、だから戦術核ぐらいならいいけど、戦略核もう撃ち始めたらもうめちゃくちゃなことになりますよね。実はね、武田さん、その話っていうのはね、実はプーチン大統領ね、補佐官にメジンスキーっていう歴史がいるんですよ、彼の思想はそのものなんですよ。その人の思想で、彼はもともとどう考えてるかっていうと、偉大な権力っていうのはこの地上を楽園ではなくて地獄に落とすことのできる権力が偉大だって言ってるんですよ。で今権力者に必要なのは
力が全てで、力さえあれば知性はいらないという立場の人なんですよ。ですからもちろんだからプーチン大統領はだんだん年を取ってきて、この人洗脳されてるんですよ。ああそうなんですね、うん、だからもちろんプーチン大統領がそういう思想に染まってきてるっていうことと、じゃあだからといって彼が本当に核バッグを使って核の起動モードに入るかちょっと別の問題なんですよ。で私はね、あの元大統領 補佐官の安全保障の核バッグの話を聞いたんですけど、2000年にね、単に核バッグでこの起動モードに入ったかといって、うん、すぐにじゃあ核が発射できるか、うん、そんな単純な問題じゃないと、いろいろなチェックがあると、うん、もちろん暴走を止めることもできると、うん、実際に1995年そういうシーンがあったんですね、うん、ノルウェーアクシデントっていうのがあったんですよ、うんうんうん、ですからもちろんそういった脅威がその怖さはあるけれども、うんうん、今のプーチン大統領の周りを見てみるとね、うん、かなりプーチン反プーチンが近くで出てる、その国防省の中でも出てきているっていう状況を考えると、うんうん、4月時点で私たちがそのプーチン核を使うんじゃないかって3つの条件確かに出してきてるんですよ、うんうん、だけどもそのことと実際にじゃあ使えるかっていうと、おそらくねそんな単純な話ではないと、それの可能性はねプーチンが決断しても使えないと、実際発射できないと、そっちの方がどんどん可能性が高くなってきていると。 それは戦術核レベルもそうですか。もう含めてそうだと思います。だからあのフィンランドとスウェーデンが NATO 加盟申請しましたよね、しようとしてるわけです。これはロシアにとってプーチン大統領にとってはもう決定的なところなんですよ。自分の出身地のサンクトペチュールブルクのすぐ脇にフィンランドが加盟するって、でもこのタイミングで言ってきたのは何かというと、やはり NATO アメリカからすればやはりプーチン、ここフィンランドとかスウェーデンが加盟したとしても申請に向けて動いても、やはりプーチン大統領はもう動けないというこのタイミングで言ってきたと。だからもちろんあのそういう危険性はゼロじゃないけれども、4月に比べたらかなりプーチンのそういった力は落ちてきてるとっていうことは知った方が、ね、私たちはそう認識すべきだと思ってます。そこが一番怖いですよ、怖いですよ。一歩間違ったら東京にも飛んでくるんじゃないかと思いますからね、うん、だから追い詰められて何しかすか分からないというね、うん、まあ、あとさらに言うと、じゃあ仮に歯止め効かなくて撃ったと、うんうん、としましょう。で、まあ、戦術核だとまた別の話になるんですけど、うん、仮に戦略核を撃ったとしましょう、うんうん、その場合はおそらくアメリカは大体撃ち落とすはずなんですね、うんうん、じゃあ仮にいくつかは、まあ、着弾してしまったとなると悲惨な状況にはなるんですけど、世界は滅びないんですよね、うん、それだけで、うん、だけど報復でロシアは間違いなく滅びるんですね、うんうん、となるとおそらくそういう実際の核ミサイルの打ち合いになった時にロシアの中で生き残りたいという人が絶対出てきて、うん、彼はプーチンを殺して止めるはずです、うん、そして自分が止めたから自分を許してくれと西洋に、うん、取引を持ちかけるので、だから、まあ、もちろん考えたくないシナリオですけど、仮に戦略核の打ち合いになったとしても、ロシアの敗北は確実だと思います。でもね、武田さんね、そういった点で言うと、これで核戦戦争のリスクがあるのに、うん、今の日本の体制、国内の状況ってどう思われますか。もう全く何もないだから日本だけなんか遠くのことでできたもののようにね、うん、だってフィンランドなんてあんなに怯えてるじゃないですか、はいはい、でフィンランドの状況と日本の状況って歴史的にもほぼ同じですよね、うん、なのに日本人だけね、なんかボケっとしてるんですよね、うん、なんとかなんないですかね、これ。そうだって核の共有ですら議論ができないっていうね。そうそう中距離の、ね、ミサイルを配備するなんていうのも、うん、ね、議論もできませんから ね、だから憲法改正の議論もなかなか国会で進められないわけですから、うん、ここでできなかったらいつできるんだって話ですよね、うん、だからおそらくね、これ参議院選挙後日本は重大な局面を迎えて、うん、おそらくね野党はボロ負けするんです、うんうん、ある意味で自民公明場合に言ったら維新の圧勝という状況、うんうん、まあ、これでその議論に入っていけなかったら、うんうん、多分ねこの人だからな、どうですかこの人は。いやー、どうでしょうね、基本的には期待はできないですけどね、まあ、ただね聞く力はある聞くだけみたいな。いや、誰の話を聞くかっていうことなんですよね。そうですね、そうちゃんとね、ちゃんとした人の話を聞いてほしいですね、うん。
あの視聴者からも質問あるということなんで、ちょっとお二人にお答えいただきたいなと思いますけど、じゃあ視聴者の質問を読ませていただきます、はい。ロシア軍の統制が乱れているように思えますが、次はロシアの内戦が起こることは考えられますか。あ、もうすぐ起こると思います。すぐ起こる。もうこれは本当、それこそ緊迫化してますよ。うん、うん、それどういう構図で起こるんですか。あのやっぱりね、プーチン大統領は後継者を何となく決めてるわけで、それとそれに対する反対勢力、あ、そういう後継者争いですね。はい、なるほど、ね、なるほど、ありがとうございます。じゃあグレンコさんに、はい、質問して、日本国民はウクライナをどのように支援したら一番いいでしょうか。そうですね、それは多面的な問題であって、国民レベルになるとやっぱり一つは直接のやり方としては寄付金なのと、あと間接的に政治家に働きかけることなんですね。つまりその日本の国民世論としてウクライナを支持するのが正しいという空気が出来上がると、それで政治家も動かされて、例えばウクライナを支援しないと、まあ、簡単な話で支持率を失うとか選挙で負けるということになれば、日本の政治家も一人一人もより積極的にウクライナを支援する気になるので、まあ、簡単に言うと、こう一人一人の国民もしくはそういう、まあ、活動しているようなもっと社会的に積極的な人が政治家に働きかけてウクライナをもっとしっかり支援してくれという呼びかけはかなり空気を動かすと思います。もう一問なんだけども、はい、ちょうどね、今日この場にプーチン大統領をディスらしたら日本一という武田恒康さん、私がですか。武田さん向けのなんかこうプーチン大統領絡みの質問ないの。なんか分割された国が、国の資本で援助されたら中国の力は広がりますが、どのように防げば。あ、そうか、このプーチン後中国が脅威を増すんじゃないか、うん、そうですね、ここ中国がどう動くかが大変難しくて、ロシア側に立つことも難しいし、かといって立たないことも難しい。だからこれまで曖昧ですよね。だから、中国がどう動くか、逆にこのロシアの方についちゃったら、これは国際社会からもう中国も経済制裁の対象にもなるということ。だからせっかく西側諸国が経済制裁してるのに中国が買いますって話になると、何破ってんだって話になるんですよね。だから中国としては多分相当怒ってますよね、プーチンに対して。それは怒ってますよ、ね、あとオリンピックわざわざ来て その後すぐやってるわけですから。ですから中国は今大変なピンチというか厳しいところに立たされてるなっていうこと、まあ、ただどこでどんなチャンスを、ね、狙って動いてくるか分かりませんか。それこそ極東の方に、中国は興味がありますからね、モンゴルより北、あそこら辺をいかに権益と称されるかで必死になってきますから、そこでやっぱり日本と、ね、ぶつかるということはあると思いますね、はい。まあ、ただ台湾侵攻は遅れた気がします、ね、よかったねそれ、はい、この件でね。でも遅れたってやるんですか、まだ。いや、やると思いますよ。はい、ただ本当のドンパチをするのか、もしくは時間かけてじわじわなのか分かりませんが、絶対やるわけですけど、ちょっとその、ね、台湾有事は遅れたっていうのは、ここはもう間違いないと思いますね、うん、ありがとうございます。あ、なりましたね、はい、チャイムがなりましたね、はい。中村さん、グレンコさん、本日ちょっと出演してみてどうでしたでしょうか。いや、白熱しましたね。本当に今ウクライナで起こっているロシア、本当に身近に皆さんに感じていただけたら幸いです。あ、そうですね、やっぱりこうゆっくり自分の伝えたいことを伝えるのは大事なことだから、こういう機会は毎回本当に感謝しています。うん、橋本徹さんもいないですね。個人名出すんだ。いや、でもね、中村先生は入国禁止食らってますけど、はい、さっきヨーロッパの方にもうすぐ体制変わるからっていうことですから、そしたら行けますね。みんなで行きましょう。いいですね、一緒に行きたいですね。でも一方で武田さんは、ね、しばらく中国に行けそうもないから。いや、もう中国も香港も絶対入れませんから。近平体制、近平が崩壊しないから。そっちの方が時間かかりそうですね。ありがとうございます。中村さん、グレンコさん、今日はありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。はい、そして最後まで番組をご覧いただきもありがとうございます。もしよろしければオルガン坂トラチャンネルのチャンネル登録をよろしくお願いします。それではオルガン坂生徒会トラチャンネルでまたお会いしましょう。さよなら。さよなら。手振っていいのか。